元の、あの方が、ただ後ろついてくれたんで、まあ、半年で決まりましたし、いやよかったですね。いや、それビンビン伝わってきまして、やっぱり、あ、今日もうそういう気持ちがもう入ってるんだなっていうのが一発でしたね。うん、本当に、フラインで決めたい気持ちで走ったんで、まあ、ラインも一番長かったですし、主導権も取れてましたし、また一着取れるように今度は力がもっとうまく伝わればいいのかなと思います。まあ、やっぱりその中村宏さんが千葉で頑張ってるっていうのは新田さんも相当そうですね、もうこの大会と言わずもう何年も前から、あの競輪存続、競輪千葉競輪存続を訴えてましたし、まあ、その中でこう地元松戸の時にもすごい気合の入ったレースを、まあ、一緒に戦ったんですけど、まあ、そういうものを感じていたので、まあ、一緒のレースだということでもういつも以上にこう気持ちが入るレースになりましたね。本当番組とレースとファンの思いとこういろいろこう混ざり合っていいものを見たなという感じがしましたね。いや、まあそうですね、まあ、自分の持ち味を出せるようなレース展開にもできましたし、まあ、広瀬さんと浩二さんと、まあ、3人でこう決まれたっていうのが一番 の喜びですね。まあ、優秀戦、まあ、今のところ深いもいますし、またすごい力の、そうですね、まあ、次のレースがあるので誰が上がってくるか分からないですけど、まあ、どういう並びになってもまた今度自分の力を出せるように頑張りたいですね。ヒロさんも相当喜んでました。いや、僕も嬉しかったです、はい、いいシーンだった。はい、ありがとうございました。強いっす。いやいや、違う違う違う、強いっす。残してもらってます。いや、ありがとうございます、はい、また頑張ります。最高です、はい。